平成23年6月20日月曜日午前、参議院東日本大震災復興特別委員会に出席し、東日本大震災復興基本法案等について審議が行われ、委員からの質疑に答弁しました。その後、採決が行われ、東日本大震災復興基本法案等は可決すべきものとして議決されました。続いて、参議院本会議において採決が行われ、東日本大震災復興基本法案等は可決、成立しました。夕方、総理大臣官邸に戻り、月例経済報告等に関する関係閣僚会議に出席しました。22日水曜日午前、厚生労働省で第予防法による被害者の名誉回復および追悼の日の式典に出席し、この日建立された第予防法による被害者の名誉回復および追悼の日に黙祷を捧げ、挨拶を述べました。はじめに、第予防法に基づく国のハンセン病施策によって長きにわたる多大な苦しみを受けつつ逝去されたハンセン病患者の方々の御霊に対し、謹んで哀悼の誠を捧げます。今後も先ほど除幕された第予防法による被害者の名誉回復及び追悼の日に記された言葉を胸に、多くの方々に苦痛と苦難を与えてきたこの問題の解決に全力を尽くすとともに、二度とこのような悲劇を繰り返さぬよう、政府を代表してここにお誓いを申し上げます。午後、総理大臣官邸に戻り、第1回となるエネルギー環境会議に出席し、革新的エネルギー環境戦略を策定するという当面の検討方針等について話し合われました。23日木曜日、沖縄戦終結から66年目の慰霊の日に、沖縄県糸満市の平和記念公園で行われた県主催の沖縄全戦没者追悼式に出席し、沖縄全戦没者を追悼しました。黙祷。沖縄全戦没者に黙祷を捧げた後、挨拶を述べました。本年は終戦から66年となりました。戦後、沖縄は大きな悲しみを乗り越えて立ち上がり、力強い発展を遂げてきました。しかしながら、今なお沖縄には米軍基地が集中し、国民の皆様に大きなご負担をおかけしております。本土復帰から39年が過ぎたにもかかわらず、沖縄だけ負担軽減が遅れていることは残機に耐えません。今後、米軍基地に関わる沖縄の負担軽減と危険性の除去への取り組みに最大限努力いたします。24日金曜日夕方、総理大臣官邸で第10回となる新成長戦略実現会議を開催し、空洞化防止、海外市場開拓戦略等について話し合われました。今回のサプライチェーンが一時不足したときに、世界中で我が国の部品に頼って、多くのものが動いていたということが改めて明らかになりました。ということは、質のいい競争力のあるオリジナルな技術をしっかり開発しておけば、世界の中で十二分に立ち位置できるということであることも証明されたと思います。
25日土曜日午後、総理大臣官邸で第12回となる東日本大震災復興構想会議が開催され、復興への提言、悲惨の中の希望と題した提言書が決定され、伊尾木部議長から菅総理に施行されました。7月確か14日の第1回目のこの復興構想会議から12回、日によっては5時間を超えるという大変な濃密な分量をいただきまして、そして今日こうして復興への提言をおまとめいただきました。もちろん経済の問題、社会の在り方、そして、コミュニティの在り方、さらには原子力事故の問題、そういった本当に大きな課題に対して後世に残る重厚な提言をいただけたと、このように受け止めております。今後はこの提言を最大限生かして、これからの復興に当たってまいりたいと思います。